にちは、ニューヨークの玉木靖子です。今年のバレンタインで恋人がいなくて寂しいなんて人はいませんか？実はそういう人、ニューヨークにもたくさんいます。今日はまずそんな人たちに出会いの場を提供してくれる本のイベントをご紹介します。ニューヨークエクストラ。バレンタインデーは日本では女性が男性に愛を告白する日、アメリカではちょっと違ってカップルがお互いの気持ちを確かめ合う日です。だからプレゼントはお互いに交換します。男性からはなんと下着のプレゼントも定番なんですよ。でも忙しいニューヨーカーたちは出会いの場が少ないのが悩みの種。恋人のいない人にとってバレンタインデーがある2月は一層寂しさが募る季節です。そんな人たちの間で大きな話題を呼んでいるイベントがあります。ハリーデートと名付けられたこのパーティー、恋人を募集中の男女25人ずつが相手1人につき3分間話ができるというユニークなお見合いです。さあ、いよいよスタート。参加費は男女とも$35。2年前にニューヨークで始まったこのハリーデートは大人気で、今では全米各地に広がりを見せています。3分で席替え。さて、次のお相手とは話が合うでしょうか。後日、両思いのカップルに限って相手と連絡が取れるというシステムです。パーティーが終わっても深夜まで恋人探しは続きます。先月、ロサンゼルスの有名なナイトクラブバイパールームに日本人 DJ が登場しました。 DJ ふみこと池場ふみのりさん20歳。実は今日が初めてのパフォーマンスなんです。初めて今日こういう舞台に立つことができて、で、まあ、大きい音で気持ちよくプレーできたんで、まあ、良かったと思います。1年前ぐらいは DJ なんかもできなかったんですけども、今ハリウッドで自分が DJ をしているということは、まあ、すごく奇跡的なんですけどね。DJ ふみはアルバイトをしながら DJ の腕を磨いています。つい半年前までは東京でフリーターをしていた池場さん、ある日アメリカで DJ を目指す決意を固め単身ロサンゼルスへ渡りました。そんな池場さんが頼ってきたのはロサンゼルス在住のミュージシャンで音楽プロデューサーの日向大輔さん。池場さんは日向さんのスタジオで手伝いをする傍ら DJ の基本などを教わっています。どんどんプレスしていくと音がこうどんどん硬いっていうか、もう前に出てくるわけ。それをそういう風にピークに持ってって、で曲つない次の曲いったらまたこうやって戻してって、あまた戻って盛り上がってたらこういう状況に持っていくの。日向さんは20年間アメリカで音楽活動を続けてきたベテラン。人気ドラマロングバケーションのテーマソングでも知られる作曲家です。世界に通用するアーティストになるためにはまず本場のアメリカでデビューする必要がある。そんな信念のもと日向さんはロサンゼルスで若い才能を育てているのです。やっぱり本物に
接してこう尊敬するだけじゃなくて友人的な感覚を持っていく、その自分がその仲間であるっていう風な感覚を持っていく、日本でやってる西洋の音楽じゃなくて、もっと自分がその西洋の音楽に参加していく。西洋の音楽っていうのはグローバルな音楽っていう意味で、いろいろこう自分ができないことがあると、あの頭きたり不良になったりフラストレートして別なことしたりする行動に若い子出ちゃうと思うんですけどね。でそのくらいのエネルギーがないとやっぱり何か発表する人間にはなんないじゃないですか。でもうその歌がうまいとか DJ がうまいとかじゃなくて、こう音楽にインスパイアされちゃうんだけど、私としてはなんだけど、どうやって表現していいか分かんないみたいな、そのエネルギーレベルが一番重要な気がするんですよ。池場さんは最近作曲の勉強も始めました。やっぱりロスに来て正解だったと思います。可能性を求めてやりたいことをやるのが一番楽しいんじゃないかなと思います、人生において。今夜もクラブで DJ の仕事です。一晩の出演料はまだ50ドル。でも夢は無限大です。失敗を恐れず、やりたいことにどんどんチャレンジしてこそ、チャンスがつかめるということを DJ フミに教わったような気がします。そんな彼の挑戦はまだ始まったばかりです。それではまた次回まで。See you soon! ニューヨークの玉木靖子です。皆さんレオナルドといえば映画スターのディカプリオを連想してしまいますが、彼の名前の由来はあのレオナルド・ダ・ヴィンチなんだそうです。ダ・ヴィンチは科学、建築、芸術などさまざまな分野で活躍したルネッサンス時代の天才。今回はメトロポリタンミュージアムで開かれているダ・ヴィンチの作品展からご紹介しましょう。アーツシーン。1452年にイタリアで生まれたレオナルド・ダ・ヴィンチ。世界中に散らばっている若い頃から晩年に至るまでのダ・ヴィンチの作品を一堂に集めた大規模な展覧会です。普段はなかなか見られない珍しい作品が120点以上も展示され大きな話題を呼んでいます。これは500年近く前に赤と黒のチョークで描かれた作品だそうです。素晴らしいですね。この繊細なタッチで描かれた作品はダ・ヴィンチの代表作モナリザを彷彿とさせます。 The attempt is to give Leonardo his first retrospective in America and so to cover his multifaceted activity as an artist, as a scientist. These are the works of the very young Leonardo. He was probably 20 years old at the most. All the stuff that gets completely wiped out in a photograph, you can see here, close up. 科学や建築のアイデアを描いたスケッチなども数多く展示されています。ダ・ヴィンチは骨格や筋肉をスケッチしようと法律で禁止されていた人体解剖をあえて行い、解剖学の創始者とも呼ばれています。できるだけ写実的に人間を描こうとするその情熱には危機迫るものがありますね。その生涯を創作活動に捧げたダ・ヴィンチの天才ぶりが500年の時を超えて伝わってくる展覧会です。
次はニューヨークの歴史をたどるツアーをご紹介しましょう。これは映画ギャング・オブ・ニューヨークの舞台となった場所を訪ねるというユニークなツアーです。Coulter Brewery was built 1792, stood here, right where this lamppost is. Really, it's an idea of looking at everything involved in this film that Martin Scorsese did, The Gangs of New York, and really a piece of the history of New York City. 19世紀のニューヨークを舞台にした映画「ギャング・オブ・ニューヨーク」。アメリカ生まれのイギリス系を中心とする白人と移民したばかりのアイルランド系一世との激しい抗争の歴史を描いた大作です。 The film on the surface is about America in a way, very strongly about America. As I say, ultimately, what is an American? What is this country about?移民の国、アメリカの歴史を肌で感じられるのがこのツアーの大きな特徴です。 And right here on Bayard Street, the Dead Rabbits Bowery Boys riot takes place. そこは中国系移民の街、チャイナタウンに姿を変えていました。当時ギャングたちが暗躍した繁華街ファイブポイントもすっかり様変わりしていました。This is it. You're standing at the intersection of Five Points on the intersect corner of the park. Right here. 映画を見た人なら2倍楽しい歴史散歩です。Very good. Thank you very much. Interesting. Very interesting. I just thought that there were a lot of anecdotes and a lot of really good things, you know, that he said on the side that gave it a lot of character. 皆さんもニューヨークで映画の舞台となったさまざまな場所を訪ねてみてはいかがですか？次はロサンゼルス郊外のアナハイムで大いに盛り上がったコンサートをご紹介しましょう。演奏しているのはロックバンドとしては全く無名のサンドフロッグ。この日のコンサートが最初で最後という1回限りの特別公演に2000人以上の熱狂的なファンが押し寄せました。実はこのバンドのボーカルは去年ワールドシリーズで優勝したアナハイムエンジェルスの一塁手スコット・スピージオ選手なんです。1996年に大リーグ入りしたスピージオ選手の通算打率は2割6分ですが、チームを優勝に導いた勝負強いスター選手です。アナハイムエンジェルスはここです。スコット・スピージオ、私たちは World Series champ! World Series champ! Woo! The venue had local media gathered. Well, we're here, of course, to see Scott Spezio, a big World Series hero. Angels was so far always B class. Last year, in the news broadcast, Spezio's music activities were repeatedly covered and became a big topic.ファンたちの熱いラブコールに応え、1回だけのライブコンサートということになったのです。 Now I bring my guitar on the road with me and bring a little 64 track with me on the road and try to write song. You know, we're world champions and kind of celebrate that and have some fun tonight. It's going to be like a party.スピージオ選手のコンサートで久しぶりに去年の優勝の興奮を呼び覚まされた観客たち。この勢いのまま今シーズンに突入したいアナハイムの野球ファンでした。ミュージシャンとしても才能のあるところを見せてくれたスコット・スピージオ選手。もうすぐ野球がキャンプに入るため、残念ながら当分音楽活動の方はお預けだそうです。今シーズンも本職の方でぜひ素晴らしいプレーを見せてほしいですね。それではまた次回まで。 See you soon。 僕の玉木靖子です。今年のニューヨークは例年にも増して寒さが厳しいんです。本当に寒いですよ。
今日はまずそんな寒さをものともしない冬らしいイベントからご紹介します。ニューヨークエクストラ。ここはイーストリバーを挟んだマンハッタンの対岸、ブルックリンハイツ。零下7度という気温の中、公園に大きな氷が並びました。ニューヨーク市が冬祭りの一環として開催した氷の彫刻ショーは今年初めて開かれたイベントです。ニューヨーク在住の若手アーティスト6人が腕を競い合いました。こちらは巨大なダイヤの指輪、表面を火で炙ることで透明感が出るんだそうです。作品を完成するまでの制限時間は2時間です。You just get into it, you know? And it's so easy to transform one object, you know? Kind of keep chipping away until you see everything working together. イベントに集まった人たちは寒さも忘れて目の前で出来上がっていく彫刻に見入っていました。I've lived in this neighborhood for 30 years or more, and this is the first time I've seen anything like this here. Nice. Yes, it's beautiful.しばらくは一日中0度以下という日が続くニューヨーク。でも寒さも楽しみに変えてしまうニューヨーカーらしいイベントでした。オフブロードウェイ。ミュージカル「クッキン・アット・ザ・クッカリー」。1920年代から60年代にかけて一世を風靡したブルース歌手アルバータ・ハンターの生涯を描いた作品です。アルバータ・ハンターは歌うだけではなく自ら作詞作曲も手掛け数々の名曲を残したことで知られています。主演はトニー賞の受賞経験を持つ実力派アン・リュケネ。迫力のある歌声に引き込まれてしまいます。She was sassy and flirtatiousand she knew how to work the room, as they call it, you know, like having fun with the audience. Our voices are very similar in that she was a contralto and so am I. And my love for the blues, and I love singing the blues, and I have an affection for southern culture. ショーの出演者は2人。助演のデボラ・ボルトンが物語に登場するさまざまな役を一人でこなしています。これはアルバータと共演した時のルイ・アームストロングです。ステージのハイライトは晩年歌手として不遇の時期を過ごしていた82歳のアルバータが劇的なカムバックを果たす場面です。Singing is fabulous. I mean, the two performers are top class. I mean, all the words for them, just top class. They captured a woman who we thought would have been forgotten and is truly a legend. It was an absolutely spectacular performance. Makes my buildings bright. Music.ここはロサンゼルスのサンセット大通り。ライブハウスが立ち並び毎晩多くの若者でにぎわう一角です。今ロサンゼルスでは70年代80年代のハードロックを演奏するトリビュートバンドと呼ばれるグループが大人気です。毎週10組ほどがレッド・ツェッペリンやディープ・パープルなどの往年の名曲を演奏しています。中でも圧倒的なファンの注目を集めているのがヴァン・ヘイレンのトリビュートバンドアトミック・パンクスです。現在は活動を休止しているヴァン・ヘイレンが最も勢いのあった80年代のライブをそっくりそのまま再現しています。ボーカルのラルフはかつて第一線で活躍していたグループ LA ガンズの人気ボーカルでした。
自分たちのライブで試しにバンヘイレンの曲を演奏したところ、これが大受け。その後間もなくアトミックパンクスが誕生したそうです。ギタリストのラスは本物と一緒にツアーしたこともあるという一流のミュージシャンです。凄腕で鳴らしたエディ・バンヘイレンのギターテクニックに一歩も引けを取りません。We're the Atomic Punks, and we're rocking Hollywood right now, man. So get your butt down here and come see us play, or we're coming to get you. Cool. 伝説のライブを生で聴けるとあって、何度も足を運ぶ常連客も増えています。Sound it. You know that sound that he makes.That's it. It's real close. Atomic Punks rock! ハードロック黄金時代の熱気は時代を超えて今再び盛り上がりを見せています。今ロサンゼルスでは数多くのトリビュートバンドが活躍しています。それらに共通しているのは本物よりもうまいということなんだそうです。私も伝説のライブを聴きに行きたいな。それではまた次回まで。See you soon!